えー、時刻は11時20分になりました生放送でお送りしている TBS ラジオライムスターたまるのウィーケのシャッフルここからは毎週週替りでお送りしている特集コーナー「サタデーナイトラボ」今夜お送りするのはこちらの特集です「玉フるお仕事シリーズ」「ステージを華やかに照らす舞台照明とはどういう仕事なのか学ぼう特集」 ライブや演劇などでステージ上の出演者を華やかに照らし出す照明の仕事にまさにスポットライトを当てるといううまい企画となっております、えー、ステージを照らすだけにはとどまらない演出効果としての照明、えー、どのような意図が込められているのかまた当日に至るまでにどのようなプロセスがあるのかなどなど、えー、私の歌丸のですね私歌丸の照明を当てられる側ね私まあ照明当てられる側ですからの疑問も交えつつ、えー、舞台照明の奥深い世界について時間が許す限りお話を伺っていくというそういう特集となっております、えー、解説していただくのは 私歌丸がやっている本業、えー、ライムスターのライブでも照明を担当していただいております。 照明デザイナー、皆さんいいですか、照明デザイナーというね、職業がありますよ。照明デザイナー笠原英一さんです。どうも。どうも、こんばんは。はい、よろしくお願いします。はいえー、皆さんね、この挨拶を今日は分かる通りね、えー、普通の人です。はい、えー、ごく普通のね、ま、地味ですそうなんですよね。あのライムスターの、まあ、いろんなクルーね、いますけど、音響クルーがいたりとか、美術クルーとかいますけど。その中で、もまあ、笠原が一番、あ、まあ、キャラとしては地味。として知られますよね。ねはい、大人しいというか。いや、そんなこと、いや、な。<laughs> 笠原君の僕は、なんかもう一つ特徴とした、顔の。顔 皮が柔らかいためあの僕らのセロテープ遊びの時に笠原君の顔はい、変形が激しいので面白いですありがとうございますとにかく僕があの笠原君呼んで照明特集やろうと思うんだよねってスタッフに言ったらですねクラブチッターの、まあ、制作の松井というところね笠原っすかみたいな <laughs> 大丈夫っすかみたいなやっぱみんな言ってたんですけどねままあまあでも私はちょっと照明の話聞きたかったんで、はい、よろしくお願いします。ます緊,緊張してますだいぶ 緊張してきました。いいんですよ。もういつも、その、打ち上げの時に僕が質問してる感じだと思ってくれればいいんですよ。はい、はい <laughs> えー。ということで、笠原さんの経歴のご紹介も兼ねて、えー、照明デザイナー、多分この照明デザイナーっていう言葉そのものをね、聞いた、あの、初めて聞いた方もね、いらっしゃると思いますので、えー、舞台照明というお仕事の基本的な部分、まずは伺って、あ、じゃあまずですね、メールがちょっと来ているそうなので、えー、ちょっとですね、紹介しましょう。東京都、ラジオネーム、チャンハルさん。 ラジオフリークの友人が今日の放送のことを教えてくれました私は劇団に関わってましてまさに来週公演で舞台照明のオペレーションをします、えー、歌丸さんのラジオは10年くらい前に他局のど深夜で聞いていないのですが安定の良い声でとても懐かしいああ FM の方なんですかねありがとうございます教えてくれた友人に感謝ですこれからもお体に気をつけて頑張ってくださいということで、まあ、この方だからまさに、まあ、同業者というかですねはい、方ということなんですか、ねはいはい、えー、いろいろ伺っていきたいと思いますただ舞台とまたライブだとまたどう違うのかというあたりもね、はい、出てくるんじゃないでしょうかはい、えー そもそも照明デザイナーとはど,うどういうものなのかえちょっとですね聞いていこうと思います。まず照明デザイナー、もう大阪に照明デザイナーな何やってる人なんですか？えっとまあ僕で、えー、僕で言うとあの主にライブの、はい、え照明のデザインを中心にカザックは音楽ライブが多いとですねでまあいろいろ照明と言ってもいろいろなジャンルがあると思うんですけど、はい、そのいわゆるお芝居とか、はい、オペラとかで、えー、僕はその中での、えー 主に音楽のライブを中心にうん、うん、デザイナーというのはこういうふうに光を当てようというふうにまあ計画を立ててそうです、ね、実際にそのようにライトを配置して、はい、えライブで当てていくということでよろしいんでしょうかねでですねまず、えー、笠原君、えー、舞台照明デザイナーこの仕事を志した結果、まあ、要はこういう仕事ってねどうやってなるのかってね わかかんなないいじゃないですか、はい、これどういうふうになったのかをちょっと教えていただえと僕も実際、照、えー、明デザイナーというか照明業界に入ろうと思ったのが、うん、だいぶっ、えー、と後でして普通に大学に行きました、うん、で大学、えー、3年後半になって就職活動を始めるときに、はい、いざ、実際何になりたいのかなと、うん、そのときに真剣に考えたときに。はい コンサートというものにその時非常に興味があったので音楽は好きだったライブとかも行ってたそうですねよく行くようになってそこからじゃもコンサート業界に進めないかなとちょっと本気に考えましてコンサート業界ってものもねいろいろあるからねはいでえっとその時に本屋に行った時にコンサート業界になるにはっていう本がまさしくあったんですコンサート業界とか雲を掴むようだと思ったあるわずばりその本と思ってその中でいろいろ いわゆるいろいろなセクションがあって、うん、照明や、えー、音響や舞台や、はいはい、いろんなセクションがある中で、うん、まあその中で照明に興味を持ちその中で照明に相手て持ったのは何なんのかね,そうですね、えー なんとなく、本当なんとなくなんですよ。証明だったらできるかなと。ああ、まあ、例えば、音響、音響、あ、そう PA さんね、いわゆる音響をやる人、まあ、なんかちょっと難しそうだもんね、なんかこう、いろいろなんかやったりしてね、証明なら、まあ、これはもう、割とポチパン、パン、はい、映った、オッケー、はい、いけるだろうと、甘い考えで。なんとなく、その中のセクションだったら、じゃあ、ここにしよう。その本の後ろに、関連会社が数社ありまして、その中の、ええ 手当たり次第送ったんです、いろいろ送ってみた履歴書というか、そしたらその中で、一つ採用してくれる会社がありまして、そこに入りました、入ったと、その中でじゃあ、証明、お見込みやんなさいみたいな感じで、こは、もう、証明しか、舞台証明、舞台証明とか、ライブの証明しかやってないところで、専門の会社だったですね、でえっとまあ本当に小さい会社だったんですけど、 えー、そこに入って、うん、はいあのー、まあ今に至るそうですねまずどういう仕事をこうどういう風うに学んでいくんですか普通例えば学校とかあったりするんじゃないですか<あ><う>えっと今はまあ例えばもっとあの例えば高校を卒業してじゃえー、専門学校、うん 照、えー、明の専門学校とかに進む人が <laughs>、はい、そういうのもあるんですね、はい、ありますありますでそこから出て照明の技師そういうの,あのデザイナーになっていく人もいるけども笠原君の場合はいきなりその職場に行っちゃったそうですね僕はもう行って覚えようと思って現場で覚えておこう、はいうん、でも何にもさだって何にも照明のこと何にも知らないまま行っちゃったんでしょはいど,どうなっちゃったの、えー、実実際際もうう照明って実際こうなんだっていうのが、うん あの現場に出て知るというかなので、一番最初びっくりしたのは、はいまあ、大きな現場に行くと、うん、高いところに登ったりすするんですよ,、ね、よくね、あのー、ライブ会場でも、その大きい会場になると、はい、天井のところに、皆さん、上見ていただくと分かるけど、はい、なんか網のさ、網目の細いさ、要は、照明あれ用のあれだよね、はい、通路っていうか、張っていくの、あれは。 っっっっててていたり、うん、そこまで登くのもあるのか、うん、なんか上にとにかくね頼りなーいね怖がらす気だろみたいな <laughs> なんかその通路みたいのがあってあそこにこう登って調整してるわけだよね大きな武道館とか、うん、そういうところは武道館なんてどんぐらい高いんだよだってあれ恐ろしい1 0ーとかもっとだろかなーター、うん、とかまあ高いところに登るっていうのを知らなかった、はい、知らなかったです 君はちなみに高いところは,ころは苦手です。<laughs> ちなみに高所恐怖症だめ <laughs> じゃねえかという根本的なえ、はい、でもどうどうどうするの頑張って耐えてやったの。そのそれをやらなきゃいけないときは頑張ってやりました。はい。えー、登ってやってるの登ってやっな,な,やらなきゃいけねえんだとか。はい、あとどういうとこ驚きました？あとはまあ、えー、とにかく寝る時間がないですね。 まあ、特に下っ端時代はやっぱりあれですか、はい、どの業界もそうでしょうけど、はいえー、やらされると、まあ、最初になんか任されるその仕事みたいなのはあるんですかえっとライブとかだと、ですね普通に、えー、仕込みというものから、仕込みっていうのは、あの照明を設営する、もうライトをつけるところから仕込みをやって、まあ、その仕込みがうまくいくようになったら、まあ 例えばまあこの間話ピンスポットピンスポットっていうのは、まあえー、とこれラジオをいてる人に説明するとどういうやつですかねえっと客席の後方に後ろ側からはい設置されていて、うん、まあそのアーティストを、えー、そのピンスポットと呼ばれる明るいライトで狙って覆うですね。あの,あのよく客席の上で、はい、一,つの一筋のビームがつ、はいてるんで 伸びてて伸びてるやつがあると思うんですけどあれがピンスポットであれを一台に対して一人がついてそれが若手一人に今ついてやる操作するわけですでこうやって歌手がこうねっこっちの右右サイドみたいなこと言ってこうやってダーって走ってくるとて追っかけて行うくっていう追っかけていきますねこれやっぱでも追うの正確に追わないとやっぱ大変でしょうし追い切れない時とかやっぱ出てくるでしょやっぱ当然あのやっぱりうまい 人下手な人いますんで、うん、で最初の方はまは操作下手な時は、ちょっと外して怒られる。うん、ね、はい、でも笠原君からしてみれば、急に動くんじゃねえよ、おめえみたいな、演者にねっていう時もあります <laughs> 俺とかね、よくそうだ、ライムスターは相当右に左に動くから、相当、ね、追うの大変なんじゃないか、うんまあ、そういうのを任されていくと、はい、で、だんだんとステップアップしていくそうですね、それができるようになって、今度はその照明たくっていう。あ 書くっていうのは要するにその手,、はい、手元で全体を操作するようなう、ね、装置をいじらせてもらう、はい、<ー>っていうのに進んで、まあ、それと同時にそのデザインができるようになっていくんですかねデザ,インデザインっていうのはこれは具体的には例えばライブ音楽ライブだったらまあ2時間とかあるとしたら、はい、その2時間にどういうふうなのを どこからどういうふうにどういう順番で当てるかっていうそういうのを考えるってことですか、うん、そうですね<ー>、うん、細かくもうじゃあそ,のそれこそ台本じゃないけど段取りが決まってるわけですかその曲に合わせて、うん、えとここの曲のここはこうしよう,うん、うん、ああしようとか、うんあのー、ライブの中での大きな構成だったらここでは、うん、例えばミラーボールを使ったりとかうん、うん、いろいろなそういう構成を。 考えるのが照明のの明デザインの仕事ですライブの中でも当然気象点結盛り上がりあるから、はい、その一番盛り上がるポイントをここに持ってこようみたいなのを計算したりとか,とか、ね、そうですか、ねはい、ちなみに今回の特集をやろうって思うに至った一つのきっかけはやっぱり僕らがライブやってる最中、まあ、照明はね僕らやってる本人たちはそこまで全体が見れるわけじゃないけど、うん、見てた人がう裏方のところから見てた人が笠原君のその照明の卓の横から見てたら笠原君がこう歌詞を全部口でこう言いながらその全体のタイミングに合わせていろいろやってるのが分かって。 感動してったっていうその話を聞いたからなんだけど、はい、僕らのライブだったらこう口パッうちを一緒に歌いながらこう展開を同時にやってるっていうそうですねあのー、<laughs> もうその構成を考えるときに、うん、もう何度も何度も曲を聴くんですねなのでその曲はなんていうんですかね頭の中にもうずっと流れてるので、うんうん、入ってる状態にしてはいで そのきっかけと言われる明かりを変えるタイミングとか間違えないように、うん、僕はなんかまあ自然に多分その時は口が動いてたのかしてたと思うんですけど曲に合わせてきっかけを間違えないようにや,やってます例えばまあサビが来たらバーンと盛り上げるみたいなそう,そういうことだよね。はいはい、それっていうのは あのなんかこ知らない人からするとあれって全部機械とかで最初になんかコンピュータープログラミングしてその要するに一本ってやればもあとは勝手にやってくれるんじゃないのって思ってる人もいると思うんだけどそうじゃないんですかそうではないですね、一般的には、はい、リアルタイムにあの例えば大きく明かりが動いている時に、うん、こちらが操作していると思ってもらえれば。なるほどあ<の>例えば色がバッと変わったとか、うん えー、急にストロボがたかれだしたとかあそういう時は大体リアルタイムでやっぱりこっちでスイッチを押したりたそのタイミングに合わせて押して,て、はい、そういうふうにいろいろね細かく計算してくれてるっていうのを僕はあんまりよく分かってないまま。 あのミュージシャンというのは、ですねすぐ直前になって曲を変えたりするというね、これがこのいかに笠原君に負担をかけてるかっていうのは、ちょっと僕、最近気づいてきて、ごめんね、いえいえ、<laughs> やめ、これやめよう、これ、これあれにしようとかね、そういうのが、ライブによってあの、あれじゃないですか、何の曲やるか分かんないみたいなミーーー、ね、ミステリーコーナーとかじゃ、あれとかじゃ本当、困るんじゃない、はい、あれは大変ですどうしてんの、あれはうん。ひとまず、うん どれが来てもいい準備はしますだからね、中には十、はい、ね何個か4個以上種類あるときがあるから、それとかも全部スタンバイしてるっていうことですかね、うんはい、あお疲れ様でございます。えーえー、ちなみに今、まあ、ライムスターずっとやっていただいておりますライムスター、何年ぐらいからやってるっけ、10年ぐらい前、グレイゾーンツアーじゃあ11年ぐらいなんのかな、ライムスターやっていただいてますが、他にどんなアーティストと仕事してますえっと僕はは最近では、えー キングあとちょうど今、えースタえー、ライブツアーがスタートしようとしているマイロフローブハーモニーね前は割と具体的な例えばあの稲川淳二さんの階段、ね、ステージっていうかそのライブやってるじゃないですか、はい、あれとかもやられてたんですよね、はい、あれはですね僕が入その今さっきこういう就職活動で入った証明会社が主にその、うんうんうん 稲川淳二さんの『怪談ナイト』というイベントやって,やってイベントというか舞台をやってましてうん、うん、すごいステージがこれ、ね、ご覧になったことない人によるとステージものすごいセットが組んであってうん、うん、で照明とかもものすごいす、ね、やっぱりあの効果的にねそれこそ突然ガーンって安定したりとか。 すごい使うんですよね照明ねそうでしたね、はい、そういうのをやったりしてた、はいはい、あとなんかあの大衆演劇の,お,しあのお芝居のああいうのをやったりとかいというのも照、えー、明会社入った時は行きましたのいろいろやってみたり、うん、はい。ちなみにですね、えー、これあの番組アドバイザー製の王さんがこの企画やるって時に聞いてほしいって言ったのは音楽ライブと、えー、演劇いわゆるお芝居、はい、この2つに照明のそのあり方の違いというのはあるんでしょうかという質問 来てくれというふうに言われてたんですけど、えっと正直僕、えー、僕思うに、うん、えっとライブ、えー、音楽ライブに関しては、まあ意外とこう何でもありというか、自由自在にこう明かりの方をお客さんに当てたりとか、うんうん、あのいろいろ自由なことは聞くとは思うんですけど、それほど音楽は決まりごとない。はいうん 芝居に関しては、うん、そのステージの額縁の中で明かりを何ん,んですかね集結させるというかステージの中で完結した証明にするのが基本的には舞台の考え方、うんうん、だと思います<ー>あのもしかしたらその専門学校とかに行ったら習ってるかもしれないんですけど僕がこうやってきた中でいろいろなところを行って勉強したのは勉強したというか 感じたのはそういうところですか、ね。やっぱライブは客席も全体込みでの一つのまあ大きな舞台っていうか空間として捉えるけど。うん、やっぱり舞台を見ている観客は一応こっち側はないものとして。見るみたいなそういう違いなんですかね,そうですね。お芝居だとあとはまあセットとかがあって、うん、そこが。 ある今で、今であったりとか、うん、あのある空間が作られるわけなんで、多分そこで集結するようになってるんですね。なる,なるほど。はい、えー、でもそれすごいわかりますよね。構造的にね。え、うん、舞台はその舞台上の照明だけで完結させるようになるのが、で、あの、あれじゃないですか。と、できるだけこっちに。その明かりがなんか漏れちゃわないようにするとか、うん、そういう工夫もあるというい、ね。そうですね。はい。はい。あと。 音楽ジャンル、まあ、例えば僕らはラップグループで、まあ、ダンスミュージック寄りだったりするじゃないですかジャンル音楽ライブでもジャンルによってその照明のタイプの違いとかあったりするんでしょうか照明のタイプ,タイプとか、うん、まあやり方というか違いがあったりするのかな。うーん なんかその照明のスタイルの、あれとか。照明のスタイルですか、ねうんうんうん。あ、そう。あのほら、ダンスショーとかをやるとか、大変になっていただいて。えっ、ー、と、うん、大変さとか、うん、そういう内容的なことで言うと。うん、えっと、ダンスなどは、うんえー、比較的大変な方に入ると思います。ダンスショーみたいなダンスライブみたいな、結構ありますけど、はい、何がその大変なんですか。あの、まず、きっかけが多い。 きっかけというのは、明かりが変わるし、変わるタイミング、要するに要素が多いっていうか、はい、手数が多いってことなんですかね、ダンスショーみたいなの、皆さん、なんとなく想像してもらえば分かるけど、要は1曲こう、5分間のパフォーマンスやりますって言ったら、1曲だけで踊るんじゃないんですよね、その中にいろんなこう細かい曲が変わってってこう、展開が多いんですよね、そうですね、だから多分普通のライブ、2時間でやることを5分ぐらいに凝縮してるようなとこもあるっていうか、大げさに言ったら、そういう時もあるかもしれないです。 照明さんとしては非常に大変な。非常に大変。なるほど。うん、演歌だとこうとかあります?。演歌だと、まあ、あのー。そう、演歌で言うと。照明はこうだっていうのは、そんなにないと思うんですよね。構成的に、あの、昔から。例えば。司会の方がいて。司会がいる。<か>はい。<ー>普通に、あのー。司会の方が出てきて。うんうん、その、演歌の方と絡んで。うん とか今でもそうなんだ司会者の人がいて僕が知ってるのはあのずっと前なんですけどまたそれも入った当初、うん、島倉千代子さんのツアースタッフになった時がありまして、うん、その時は司会の方がいて紹介してやって紹介してうん、うん、ステージを進行したりまたアーティストが出てきてあとは。 演歌だとありがちな客席に降りる、そこで客席に降りていくと、やっぱさっき言ったピンスポットの役目ですか、そ,れはそうですねピンスポットで終えるところは追う、これ、そっちまで行ったら、ちょっと島倉さん、そっちまで行ったらライト当たんないよみたいな。っていう時は時もあります、その時はまはあ、その時で用意をしたりとか。うんうん、とにかくそののああれですね、あのー ライトが当たってない状態みたいなのって観客としてはさ想像できないじゃないですか要するに当たってなきゃ見えないから今回その特集やるにあたってなぜこれとあえて照明にして思ったかというとライブとか舞台を見てる人で例えば音とか音楽ライブは音今日の音いいねとかっていうことはよくリスナーというかね普通のお客さんも話題にしたりするけど照明は多分すごく演出として大事なのにそして効果のあり方はすごくでかいのにみんな意識して見ていない。 っていう気がしたんですよね、うん、で,でも演者からすると例えばそのあんまり良くない照明を当てられた時に例えばあんまり、えっと普段組んでない人とやられた時に「あれ今日この曲すげえ盛り上がるはずなのに」っていうのは「なんでこんな落ち着いた照明なんだ」と「この曲盛り上げの曲なのに」みたいなかそういうのですごく差があるなっていうのを演者として実感するということが結構あったからなんですけど。はい、ということで、えー、一旦 CM を挟んでですね、まあ、実際にじゃあ例えば「ライムスターの曲だったらどういうふうに照明の演出というのがなされているのかというあたりをですね このね、えー、ライムスターチームの中で最も地味な男 <laughs> 笠原栄一君に伺っていこうと思います。ラ 時刻は11時41分です、えー、夜10時から生放送でお送りしております TBS ラジオ「ライムスターたまるのウィーケンのシャッフル」今夜は「タマふるお仕事」シリーズステージを華やかに照らす舞台照明とはどういう仕事なのか学ぼう特集をお送りしております本日のゲストは私歌丸のいる本業、えー、ライムスターのライブでも照明を担当していただいております照明デザイナー笠原英一さんです引き続きよろしくお願いしますということでえっと先ほどまあライムスター具体的にじゃライムスターの、まあ、曲 ではどういうふうなです、ね、意図で、まあ、それこそデザイン照明のデザインをしてくれているのかというのをちょっと具体的な曲で聞いていこうと思うんですけど、はい、特にですねちょっと僕ね興味あるのはやっぱあの普通の音楽からするとヒップホップって BPM いわゆる曲の速さ遅いじゃないですか、はい、で,、えー、でその中でも特に割と静かめの曲に一見聞こえるんだけどでもライムスターの曲の中では実はこれは盛り上がる曲ですよっていうパターンがちょいちょいあってそれこそ、はい、耳を貸すべきっていう曲とかこれ前に僕クラブでライブやった時にそれこそ 見受かすべき一番盛り上がる曲のはずなのになんか青い落ち着いたバラードみたいな証明されてなんだよってでもそういうのがあったんですけどあと「まあワンサーゲインという曲これもゆったりしてるけど一番盛り上がる曲という、うん、ということで、えー、ちょっと笠原君もねあの実際に仕事しているそのライブの中から「ワンサーゲインのちょっと。 あの照明のの明プランの話を伺いたいたんですが、はい、こ2010年にあった「マニフェスト」という、えー、ツアーの DVD 実際発売されているマニフェストというツアーの DVD に入っている「ワンサーゲン a を例に取りながらですね、えー、笠原君のその証明プラン、えー、どういうふうに立てているのかというあたりをちょっとと思いま,すまず「ONESAGAIN、はいえー」この曲にあたってど,どういうふうに笠原君はじゃあデザインしようかなと思うのデザインはですねえっとまあ一番最後の「大サビ」って言われる、うん。はい あの一番盛り上がるところ要はサビっていうのは普通にね、はい、歌の音質のサビの部分ありますけど最後にこの曲だと、えっと、もう一回繰り返しのサビが来るんですよねそ,それを大サビというふうにまあ、えー、っとその前のサビと大サビがあるんですけど普通のサビでも、うん、結構、まあ、ち力強く、うん、まあお客さん盛り上がるところなんで、はいえー、照明ではものすごく明るくして華やかにしたいところなんでする まあ、えっとなるべ基本なのでそんな考えですねはい、はい、ただまあその大サビにもあの一番ピークを持っていきたいのでうん、うん、一番最後の繰り返しのところに普通のサビとは違う盛り上がりを持っていきたいはいはい、うん、のでえっ、ー、とサビはあえてそこまで派手ではなく ちょっとやっってるちょっとじゃあまずその普通のサビの、うん、皆さんですね、えー、とライムスターの前日再発売とないますマニフェスト DVD に入っているワンスアゲン DVD ね、まあ、ライブビデオもしお持ちの方借りたらねちょっと後で確かめてみてほしいんですがじゃあワンスアゲンちょっと最初のサビのとこあたりちょっと、えー、今ここにビデオを流しながら見てみましょうあこれねラップしてるの私私恥ずかしながら私歌丸がラップしておりますはいこれ最初の1回目のサビです えー、赤っぽい照明って言っていいんですかね、これはね、そうですね、うん、はい、赤っぽい照明で、これは赤、どういうような効果っていうか、あれなのいや、あのー、一見、華やかなんですけど、うん、まあ、えっ、ー、と、その大さにほ,ほ,ほどではない。 あうん、つまりこのあとその大サビ見比べると、はい、あこっちの方が派手だなってはっきり分かるようになってま、ね、動きもあって今その赤のやつはまあ赤いのがフワーンとこライトが後ろからも含めて立っててただあんまり点滅とかはしてなかったねそうですね基本的にゆったり安定した感じで当ててるになってた、はいはい、それに対してじゃあ最後の繰り返しのサビはどういうふうになってるかというのをじゃあ比べてみれば分かりやすいのかなちょっと見てみましょうか映像今ね出しておりますはいいってみましょうかねはい 大丈夫かなはい、えー、古川子がね震える手で、えー、今ね <laughs> DVD を操作しておりますこれはど何個目のこれは、えー、とじゃ二2回目のマミリーのパートナーとのサビ、はい、まだ赤いですもんね <laughs> 要するにさっきの1回目のサビと同じような、うんえー、トップすぎない感じのまだ盛り上がりとで今こう、えー、とコールアンドレースいわゆるブレイクというかね、はい、間に入っております この、えっと、コランドレスポンスが終わった後に、さっきから言っている大サビが来るわけですけど、はい、そこでこの曲の盛り上がりの頂点を作るそう,そうしてます、はい、このあと来ます、はい、大サビが、はい、来ました、はい、さっきの照明とどう変わってるんでしょうか、これはこれはもうあの、照明用語で言えば生言、生、生とはあの色で、色味で言うとホワイト。 要はさっきは赤い感じのライトが、それがちょっとぼーっとするぐらいの感じで当たってたけど、はい、白い、もうはっきり明るいライトがバッと当たる、はい、色のついてないライトがバっと当たる、はい、なおかつすごい点滅とかがんがん動きをつけて、より派手にしてます、しかもその全体がね、あ,のあちこちがついたり消えたりして、全体がもう派手度が全く違いますね、やっぱね、うんえー、これはやっぱり一番最高潮に盛り上がってるやつだって感じですかそういう感じに作ってますね、これは、はい、これはでも、僕、その、そのですねワンサゲーゲンの。 大サビのののところの盛りり上がりをその、えー、に持ってくっててくいうのを聞いたときに結構我が家を得たりだったのはこの,の2010年のマニフェストのツアーの時点ではそこまではっきりちょっとできてないんだけど今あのフェスとかでまあ当然ワサビやるじゃないそうすると、あのー、僕も最後の繰り返しのサビのところだけオクターブ上を歌うようよよにしてるんですよそれまでは普通にユニゾンで同じところを歌ってるんだけど最後の繰り返しのサビだけ僕だけちょっと一個高いところを歌うようにしててそれにより要は。 大サビの部分が一番盛り上がってるように聞こえるように音的にも無意識にしてたのねはい、はい、なんなんそういうふうになってたのだから照明とさ笠原君とさあそこ一番盛り上げようぜとか話とかしてないのにそうですね、はい、そういうふうになってたっていうのはこれをわょっとああなるほどなって思ったあたりなんですけどねはい、えー、というのがまあワンサゲン照明、はい、の組み立てだったりするということですかねはい、えー、ということで、まあ、じゃあ例えばライブのツアー、まあ、ライムスターライブやりますよね、はいえー、実際当日ステージ本番までにどういう準備をするのかというちょっと お仕事の順番を聞いていきたいんですけどまずまず何するまずまずですかえっ、ー、とまずやるのはえっ、ー、とまずセットリストっていうのが、はい、出てきますよね曲目が出ますでえっ、ー、とそのセットリストをまず聞き込むまあ一緒にねそれこそあの、はい、音楽の僕僕らがですね音楽スタジオでリハーサルしてるところにカサノくんやっぱ来ますよねはい いいろいろこうメモしたりとか、はい、いろいろなんかしてますけどあれは要するに、はい、まあ曲目をまず把握して、はい、あと新曲をやるっていったら当然その新曲をちゃんと把握してとか、はい、そういうのをやると、はい、要するに何僕らが音として何をやるかをまず把握する、はい、そしてで、まあ、ライムスターのライブで限れば例えばそのステージの道具、うん、セットが決まってきますよね、うん、でそれにセットに合わせて照明の図面も 図図面面といいいうかか、うん、明図面と言われるものを書ななきゃいけけんですけど先に要するにだから舞台上に、まあ、DJ ブースがここにありますよ、はい、こういう、えー、となんかそのオブジェを置きますよみたいなそういうのがあってからそれに合うように照明を置いて僕この照明図面っていうのは僕あの長く一緒に仕事しますけど初めて見ましたこれ、はい、えっとねこれ説明が難しいけどこれは2枚ありますけど舞台上に置く照明とこれ天井ですか、はい、天井に置いている照明のそれぞれこう、はい、なんていうんですかね えー、置き場の図があるんですけど、はい、これそれぞれ例えば青とか赤とか緑とか色違いではこれ書いてありますかこれ,何これは照明の,の分かりやすく自分で仕込み図を書いたときに、うん、ここにセッティングしてくれっていういろいろなセッティングの仕方が書いてあるんですけどはい、はい、それで色分けをして。 あるだけです、ね、あ,あ例えばこのあそうだブルーだったらこのブルーで書いてあるライトは何これシャーピーっていうのシャーピーシャーピー LED 何、えー、とかかんとかとかね何、はいえー、とか 3P キャノンしようでこの赤のオのハン何とかだみたいな指示してあってとかね、はいはい、というのが書いてあるとでそのじゃあまずセッティングのこの図を書きましたそれからどういう作業が続く、はい、それでそれからこのあのー、この曲で こうに変えようとかって言います。うん、いわゆるデザインに入っていくわけです。デザインをする。はい、それはどうデザインは何こう。こんぴ、打ち込んでいくんですか。もうコンピューターで。あの、そこからは、人それぞれ進め方が違うと思うんですけど、僕の場合はもう一通り。その曲の、あのー、曲を聞き込んで。うんえー、紙にも、ここの。a. メロはこうしよう、サビはこうしようっていうのを一通り書いて。うんうん、じゃ、あ割と台本に近いようなものがあるっていうかな、はい。はい。 そのいわゆる歌詞カードの横にあっそ,、はい、そうだねやっぱ進行は歌詞カード歌詞カードの横に書き込んでいく、ね、で,、はい、でライブ中じゃ,あそのじゃあそのセッティングしてこういうふうに当てましょうプロ、はい、グラムもしてこう台本もできました、はい、さあ始まったとさっき言ったねぶつぶつ言いながらライブ中はもうそのいわゆるきっかけと、うん、言われる明かりが変わるタイミングに合わせて、うん、あのボタンを押したりうん、うん フェーダーと呼ばれるものを上げたり下げたりしてますだから常にずっと作業をしてますそのライブ中はなるほど大きく分けてえとその照明っていうのをんかその要素として分けるならどういう要素がありますかねこれねこれ三大要素みたいなことが書いてありますけどととこれはもう曲に合わせてどうしようこうどうしようかっていう うん、感じですかかその要素って言われるとなかなかああも曲に合わせてじゃあそれが際立つようにやっていくっていうそうですねよさが際立つようになっていくと、はい、ちなみにじゃあですね、えっとまあ、さっきからライムスターの例で言ってますけど、うん、ライムスターの照明をやるときに何かライムスター特有の照明のなんか癖とかそれあるとかあったりしますえっと癖というかですね、うん、僕の中で、うんえー、ライムスターの武道館 武道館ライブやりましたね、武道館ライブ、そのときに CD のジャケットで、なんとなく、歌さんがブルー、ジンさんグリーン、D さんレッド、そういう実際にジャケっの色の違いで、ベスト版を作ったんですね、メイド・イン・ジャパンというアルバムを作ったんだけど、その色のイメージみたいなあるとイメージが、もし迷った時に、どうしようかなったときに、それをたまに引っ張り出してきて。 あの使ったりしますじゃああれだ気が付くと俺のブルー当たってること多いなみたいなっていうのもあるかもしれないあり得るか俺ブルーでなんか落ち着いた感じでねあそういうのあったりする、うんえー、照明ちょっとね照明いろいろに関してちょっといろいろ質問していきたいんですけどや照明のタブーみたいなことってありますか照明をやる上のタブータブータブー,、うん、タブーですかやってはいけないことうんと例えばここで人 を見せないいいいようにしたたんんでですすすけどとかろろあったりするんですね人を見せないようにするまたダ,ダンスとかにも、うん、の現場とかに戻っちゃうんですけどなかなか難し、えー、とそこだけ当てないようにするっていうのはなかなか難しかったあ例えば4人並んでたら、うん、この人だけ見えないようにしたいんですけどみたいなそういうことそうですねあ,<ー>あったりとか、まあ、あとタブーっていうか必ず、あのー、演者さんが見えて。見 うん、まず証明の要するに一番舞台証明の一番根本の仕事は何かといえば舞台上に立っている人を見せるきれいに見せるということだもんね、ま、実際照明当たってなきゃ見えないんだからまず見せることが大事、はい、ということは逆に言えばやっぱ見えないような証明の仕方ってことですかええそれはまあ演出によってそういう時も必要だと思うんですけど、うん、まあよく見えなかったねなんて言われたら <laughs> やってはいいけないことの人だとのだ思うんですけど、ね、例えばすごく凝った照明をやった結果、うん、別全体としては綺麗なんだけどなんか顔よく見えなかったとか、うん、もしかしかたらそういいううのももあるかもしれないすそうするとやっぱりあちょっとやりすぎちゃったかなみたいなことがあったりするとあと、そうですね例えば同じねライムスターでも全く同じそのライブセ,セット曲目は同じだけど会場によってね一個も会場全部同じ要するに機材ははきはあの運び込めるわけじゃないじゃないですか。 そういうときって、どういうふうに調整してるんですか、あのー、やっぱり一番大きなところが、うんえと、自分で今さっき言った照明図面とかかけて、うん、自分で好きなようにできるところだとすると、うん、また会場が小さくなると、うん、そういった自分でこうしたいなっていうことができないことがあるんです、ね、そもそも機材ね、持ち込みにしてももう場所がないとか、はい、例えばライムスターだったら、この間のツアーなんか、パシフィコ、横浜、超巨大な会場から、はい、あの鹿児島のものすごい狭いライブハウスまで同じ曲目じゃないですか。はい あれとかどうなのてめえふざけんなっていう感じがやっぱまあ正直大変ですよね<ー>、うん、でもそう,そういう時はどうやってやるんですか、あのー、その会場で、えー、一番大きかった時の会場の演出にできるだけ近づけるようにまず努力をしてあやっぱそっちにはなるほど、はい、それがありきで自分考えて、うん、だけどできない時はそこでうまくアレンジをして自分なりにこうにしたら じゃ違う表現でいいい。あとですねえっと先ほどねその照明のこのさ照明図みたいなの見てて LED みたいな書いてあるじゃないですか、はい、要はあの白熱灯というのかな昔ながらの電球から LED ってやっぱね当然今すごくいっぱい出てると思うんだけど、はい、LED やっぱ使う率は増えてるなもうここ数年というか、うん、出始めて徐々にあのもう今ではしで 主流,主流になってるむしろ LED が、うん、はいあ LED を使うとやっぱ変わりますか何が変わるの、えー、大きく言えば、あのー、仕込みが少なくて済むほう仕込みが少なくて済む、はい、どういうこと数が少なゃ例えば、えー、赤グリーンブルーとかを表現するときに、うんえー、今までだったら3つの ライトというんですか用意しなきゃいけなかったんです用意しなきゃいけなかったんですけど LED だったら1台あってあそうなんだはいやっぱ中村さんの功績はね LED 集めじゃなですそうですねへえあと当然電力安いとかはい電力が少ないので少なくて済むので明るさはどうもう明るいですね LED のが明るいんでじゃあいいことずくめじゃないいいことずくめです LED のデメリットないのデメリット と言われると今今はもう結構、えー、解消されてるんですけど、うん、結構あの何て言うんですかね、えー、LED だとパあの勢いよくついちゃう時が昔はあったんですけど間のふわーみたいな、はい、ふわーっと明るくなるみたいな表現は得意じゃないとされてた、はい、でも今はもう結構改善されててじゃあもう LED だ、うん、バンバン材だバンバン材です、はいはい、ということで皆さんね <laughs> 今大体 LED というあたり さあ、ということでね、えっと、照明特集、まあ、全然短い間でもうまとめに行かなきゃいけないんですけど、あのー、これからね、僕がやっぱそのライブ見るにあたってですよ、皆さんがですね、ライブ行ったり舞台見たりすると思うんですけど、あのー、ど素人でもわかるじゃないけど、照明のここに、やっぱ照明って意識しづらい、ね、あんまりしないで見てると思うんだけど、ここに注目してみると照明、あ、いいなとか、こう、面白みがわかるなみたいな、ちょっと注目ポイントみたいなのをいくつかあえてあげるなら、ありますかね ポイントというと結構難しいんですけどライブって照明を見に来ているわけでもないじゃないですか、うん、けけどただ僕らとしてはあのアーティストさんが表現する世界に、うんえー、よりそれが照明によってより効果的になればいいなと僕は心がけてるんですね、うん、なので、あのー、お客さんがそのシーンに普通にのめり込めればいいとは思ってるんですけど、うんうん、で要は変わる瞬間とか 色が変わる瞬間、はい、さっき言ったあのさっきのサビでは、えー、赤かったけど大サビでは白くなったなとか、うん、そういうこととか、まあ、あの気象転結うまくその辺がまとまってれば僕としては結構さっきのワンサーゲンのあるとか気づく人は気づいてたんでしょサビとさっきのサビ違うねみたいなことをれそれを言われて、うん、あ僕は普通に作ってたんですけどうん、うん、なんかある照明さんにそう言われて「なんで違うんですか?」って言われたんですよね 雰囲気違うから。うん,うん、いようんです、うん、うん、うん。自分としては感覚でやってたことなんだけど、はいはい、他の人のメソッドからすると、不思議な、要するに、サビは毎回同じなもんでしょう。って,っての、本当に関しては、不思議に感じたみたいですね。あ,あと、やっぱ、暗転とかね、暗転、はい、のダンって、こう決まるかとか、そういうことですかね。はい、ライムスターも暗転っていうテクニックを教わってからね。 ものすごくあの使うようになりましたからね、まあ。リハーサルでもよく聞くようになります。こうアンテンド。<laughs> <laughs> あ、そうやってあのこいつ覚えたての言葉使いやがってみたい、ね。アンテンドちゃんとメモってますから。はい、はいえー。ということでそんな笠原ール君。えー、とまあライムスターのライブ今後ともお願い、えー、していくと思いますが、とりあえずはあの5月10日ライムスターの野外フェス人間交差点でも当然正面お願いするわけですけど。よろしくお願いします。はい、まあ昼帯なんでね、あんまり君の役目はない。うん はいそうなんです <laughs> でもほら、夕方、夜にかけて <laughs> 暗くなって、からその時間帯ごとの変化みたいなのもきっとあるんでしょうからね、ちょっと一日中だから大変だと思いますけど、<はい S 1> よろしくお願いします。ということで、ライムスタースタッフで一番地味な男、笠原英一特集でしたありがとうございました。<laughs>